高潔、気品、厳しい美しさ、忍耐力などなど。この梅の花言葉は少々硬い。常にそれでは心が疲れてしまう。故に時には肩肘を張らぬ時間も必要と。まあそういうことさ。実践に勝る鍛錬なし。いざ参ろうか。やれやれ、お仕置きが欲しいのかな。私とて笑いの時もある。さて今日は何を食べたいのかな。ああ心配するな。秋のものなら市場でたくさん仕入れてきた。大抵のリクエストには答えられると思うぞ。お祝いをしてくれないか、団長さん。何、難しいことは言わんさ。一緒に遊んでほしいだけだ。明るく楽しく、少女のように。私をはしゃがせてくれ。良い塩梅だ。スースーして涼しいよ。この格好だと風がよく通る。快適だ。私とて笑いの時もある。さて今日は何を食べ、私とて、さてやれやれ、お仕置きが欲しいのかな。男性と一緒に夜の街をそぞろ歩く自分。団長さんと会うまで想像したことすらなかったよ。無論感じる高揚感も同じく。感謝するよ団長さん。まったく女冥利に尽きる話だ。私の名前はラッセリア。花言葉はズバリ旅立ち。旅をするのが大好きで旅慣れもしてるつもりで、そんな私からアドバイス。旅行は行きたいと思った時に行くのが一番。旅立つのは今っていう気持ちを大事にしてほしいな。
人生もまた旅のようなもの。ここもまだまだ通過点よね。団長さん、私たちどこまで行けるかな。強くなった先に、平和な世界の先に何があるのか確かめようよ。危ない危ない、呼んでくれなかったらまた放浪するとこだったよ。ブロッサムヒルの港都市、旅行に行く人でいっぱいだったね。行楽シーズンだから仕方ないけど、ちょっと羨ましいかな。あ、でも今は我慢、仕事を放り出すわけにはいかないよ。それに団長さんといる今も旅と同じくらい楽しいしね。楽しいこと見つけちゃった。団長さんの前、団長さんの前に立ってる時はね、旅先のブロッサムヒルの、あははこれは昇進旅行かな。旅先でいろんな人に会ったけれど、団長さんみたいな人は初めてよ。それにこうして一箇所にずっと留まっているのもね。もしかして私も年貢の納め時ってやつかな。オンシジュームだよ。花言葉は美しい瞳、遊び心、一緒に踊ってだったはず。とにかくよろしくね。私といっぱい遊んでくれたら嬉しいな。団長聞いてよ、さっきね、森の中にこんなに大きな栗があったんだよ。そしたらその栗、いきなり動き出したの。もう、ほんとなんだから。読書の秋なんてもったいないよ。女の子ならやっぱりスポーツの秋だよね。団長は男の子だけど、やっぱりスポーツの秋、体を動かさないと風の子になれないんだよ。山も桜の花言葉は、山も庭もだんだん色がくすんで、私寂しいって思っちゃいます。これはもう団長さんに慰めてもらうしかないわね。アイビーちゃんが絵を習おうって頑張ってるみたい。芸術の秋ってことかしら。なら私も何かやってみようかな。旅先の楽しみはいっぱいあるけど、やっぱり一番はその土地の食べ物だと思うの。
完璧にスカ団長のために一肌脱ごう。怪我のしゃそこ褒めてくれても構わぬぞ団長。美しく言ってみましょうか。今こそ努力。生きれば邪魔ね。いやー、まっすぐ行きます。完璧完璧、みんなも誇りなさいな。完璧だったわよ。可愛いは正義だってこと教えてあげる。華々しく私のいい旅を。さあ飛びましょう。はい、強くってごめんなさいね。突破するわ。何やつじゃ、わらわの前に立ちはだかるのは。美しさはつづれ、どうですか。やって褒めてくれても構わぬぞ団長。私の実力見せてあげる。はいはい、受け切れるかな。せそこまで早く終わって。我ながら見事。戦場に咲き誇る花、それが私よ。団長のために一肌脱ごう。汚らは決めとこうかな。終わらせましょう。できる。軽やかに散れ。さあ次は誰です。うん、頬を垂れろ。褒めてくれても構わぬぞ団長。何やつじゃ、わらわの前に立ちはだかるのは。姫のお通りぞ。そりゃどうです。できる。踏み込む。団長、見てくれてたか。褒めてくれても構わぬぞ団長。私の実力見せてあげる。はい、受け切れるかな。隙が見えた。そこまで。イメージ こんなの。避けるのは。はい、見せてあげ。隙が見えた。そこまで。この程度。ちょっとやめてよ。はい、私の番だ。今はこれが最善。トン、倒せますように。この程度。華々しく私の隙が見と倒せますように。戦場に咲き誇る花、それが私よ。んじゃ、いっちょぶった切るか。恨み事は自分でそこに。力があるやつが勝つ。当たり前の結果だな。そなた、こんなところで何しておった。
長いものには自ら巻かれていくスタイル、初行きそうです。花言葉は穏やかな生活、祝福とかです。巷じゃ雪女とか噂されてます。あとバナナ王者出身なのにウィンターローズに移籍させられたのはやっぱり名前のせい。また爽やかですね。私、乙女ユリと言います。私、全然目立たなくて地位だけが高いダメダメな子ですけど、一生懸命頑張ります。花言葉は純潔、嘘をつかずまっすぐに生きていけたらなって、そう思います。この先どうなるか不安に思うより今どうしたいか、私はそう思うけど、団長さんはどうかな。